3枚は先生です。2019年10月23日水曜日、5時32分ですね。きついところでしたけれども、上昇の兆しが出てきました。これがこの間の真ん中に切ればゼロですね。この上から利益になるわけですね。で、実際の利益食いはこことなってますので、だいたいこのマイナスの値段4000円ですね。こちらにぶつかれば4000円ということですね。しかしこれどんどん落ちてきてますので、これ損切りが、利益食いがもうちょっと落ちるかもしれないですね。で、考えたんだけど、このシグナル出て打つというよりかですね、この落ちて戻るときに打った方が、こうまとめてここで打った方が有利じゃないかということですね。だけども、こういうときはさ、1個しか出てなかったんですよね。1個だけのシグナルのときは、稼げないっていうことになりますね。これは落ちて、こう出てきて落ちてきたと。ここら辺で打つわけですよね。で、下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 ですね。ここになるわけですね。ここら辺になるわけですかね。ここら辺かな。ね。もうちょっと待って、こうやって、こういって、これを打つんじゃ、上がっちゃってるからね。ここになるのかな。ねえ。この辺で打つんでしょう。これもこの辺で打つんでしょうね。ね。最初のロットはここで打つのかな、ね。で、これで勝ってても、ここまでのリスクは大きいから、嬉しくないですね。リスクは多いもんね、これね。6000ぐらいマイナスになってるもんね。リスクが出て6000だったら6000稼げないと。ね、きついな。
これどうするかですよね。これ一応ね、そこの日付ね。同じでしょ。これで上がって、ここまで上がっても、このリスクはちょっと嫌だね。まあ、だけど今月の利益これで取るんだけど、これじゃあさ、負ける確率も半々に近いじゃない。ねえ。こういうことやって、6000とか9000、1万ぐらい損しちゃうかもしれないもんね、これね。1万とかすっ飛んじゃうでしょ？で、ここで打ちたいけど、資金が3本。しょうがないから、ハンバーグ食べてましたよ、もう。ハンバーグを。220g のハンバーグ。サラダいっぱい乗せてね、山盛り、クオルフの乗せて。ハンバーグ食べました、今日今朝。でっかいハンバーグ。さあ、よかったね。本当に今度はウーロン茶、ウーロン茶だな。ああ、よかったね。はい、聞く真似をする人はちょっとやめてくださいね。私、半米屋先生がいてですね。保安力の仕事ができる人、ちゃんと守る人であれば、無限に稼げるわけですね。で、保安力、稼ぐ方法と保安力が必要。で、その保安力は大変なんですね。腕力がたくさん余裕があって、ある人で私が先生をやればね、お金を払って先生をやれば、お金を僕が取ってね、支払えば、腕力が、余裕がある人はもう無限に稼げるということですね。半分は取りますけど、利益のね。講師料、利益の半分をいただいて、腕力が強い人であればね、ちゃんと仕事する人、ね、安全にね。腕力は最も重要。やれば無限に稼げるでしょう、ほぼね。無限って言ったって100億円ぐらいですけどね。はあ。
この流れがわかんないね。これでどうすかな。これ上に行ってんだから逆に落っこってんだからどうしようもない。こんなに落としてんだもんね。意味ないよ、全然。なんだよ、これも意味ないね。こんな落としてんだよね。意味ないよ、これは、本当に。だから投資というのは当てにならないね。そんな簡単じゃないかもしれないね。保安力だとは足りるけども、技術もちょっと難しいかもな。無限に稼げないな。逆に応存するんじゃないかな。ということです。どうも。半前は先生でした。